と呼ばれるものは絶対的な求心力と恐るべき魔力を持っているようですね。フエゴレオン団長を倒したのもおそらくあの方でしょう。ああ、彼が起きればもしかしたら何かわかるかもしれない。待つとしよう、獅子王の目覚めを。